ペンタックスの銀塩一眼レフカメラ製品一覧 35mm 版この項目ではペンタックス9極光学工業が発売したカメラのうちレンズマウントに K マウントを採用し 35mm 半フィルムを使用するマニュアル一眼レフカメラ製品の一覧機である極光学工業はシステムのバイオネット式 K マウント化によって 標準仕様としての開放速攻を実現し、現在の一眼レフカメラの完成を見ることになる。そこで生まれた次のある課題は、自動露出、自動露出を以降は AE と記述するであった。すでに PS マウント機であるアサヒペンタックス ES で実装されていた絞り優先式 AE がアサペンタックス K2 にも採用され、当時はシャッター速度優先式、 AE と2種類の方向性があった AE を、写真を決めるのはレンズという考えのもとに、極光学は絞り優先式を選択している。ただし、K マウントにおいては、ES のような複雑な連動機構を設けなくとも、AE 化が可能であり、続く、ペンタックス M シリーズにおいては、驚異的ともいえる小型軽量化を実現しつつ、絞り優先 E 専用機という大胆な仕様の、 アサヒペンタックス ME を製品化している。やがてこの2種の方式は1977年に発売されたミノルタ XD によって統合され、キャノン A-1 と共にマルチモード AE の時代に突入する。その間、極光学工業は世界初のオートフォーカスカメラ製品であるペンタックス ME 回を発売するものの、商業的には負けに終わってしまい。 ペンタックス A シリーズにて再びマニュアルフォーカスカメラに回帰し業界の流れに追従し他社よりやや遅れて完全自動露出プログラム AE を実現する続くペンタックス P シリーズにおいては複数のプログラム AE を選択できるマルチプログラム AE を達成したもののミノルタ α7000 と共に訪れたオートフォーカス時代の大波によってマニュアルフォーカスカメラにおける AE 化路線は大幅に縮小され、新たに生まれたオートフォーカス機シリーズであるペンタックス SF シリーズにタスキを渡すこととなった。アサヒペンタックス系シリーズとは、新規のバイオネット式の K マウントを採用した一眼、レフカメラの初代シリーズ製品である、1975年6月に K2、KX、KM の3機種が同時発売された。 アサヒペンタックスの名称は踏襲したものの、ロゴデザインやボディ外装デザインは一新され、新しいカメラであることを印象づける配慮がなされた。合わせて登場した、K マウントレンズ、SMC ペンタックスレンズは、基本フィルター枠を5 2 m m 径と S マウントのタクマーで一般的だった4 9 m m 径から拡大し、その大口径化を印象づけるような、 明るい新設計のレンズ製品の登場やコストをかけた共同の作りがなされ、従来の S マウントシリーズ機よりも高級感を持たせたものとなった。一方、従来の M42 マウント系のユーザーからの移行を考慮し、M42 マウントのレンズを装着するためのマウントアダター、マウントアダプター系が安価に供給された。これは、K マウント時にフランジバック帳が変更されず、単に、 マウント形状の変換にとどまっているためである。しかし、見た目の印象は異なるものの、K2 以外の普及型機種は、カメラの内部構造、各ブレイアウトは従来の SPK シリーズを踏襲している。同じく、K シリーズの各種アクセサリーの多くが従来の SPK のものと互換性を持っている。その一方で、極光学工業のペンタプリズムへの銀、 乗着ペンタプリズムが社内基準に達したことより実装され、従来の PS マウント機シリーズでは暗いと指摘されていたファインダーが明るくなったことや、内蔵露出系が CDS から SPD に変更され、応答速度が速まっている。翌年、1976年、小型軽量一眼レフカメラの需要が高まる中、大幅に小型軽量化された。 ペンタックス M シリーズが登場すると主力はそちらに移り、シリーズとしては短命に終わった。なおペンタックスが M42 マウントから K マウントに切り替えた時期は、ニコンが Q、ニッコール、いわゆるガチャガチャから愛化し、キャノンは FL から FD か、ミノルタは QSR から MC か、オリンパスは OM シリーズをリリースするなど、国内大手メーカーが新世代に移行する時期でもあった。 新たな時代と実質的な需要である小型軽量化、電子化による AE 化、システムの充実を目指し、特に当時の小型軽量一眼レフカメラの代表格であったオリンパスの OM シリーズへの対抗製品として、特に小型軽量化に重点を置いて開発されたシリーズである。高性能化を志向していた OM とは異なり機能のスリム化を重視しており、 極光学独自の小型軽量化路線への考え方が現れている。筐体の小型軽量化に合わせて、ボディ設計も従来の K、SP シリーズから一新された。当初は継続してアサヒペンタックスの名称が使われていたが、メガボルト1よりアサヒが外れ、ペンタックスブランドとなった。この M シリーズより各部の電子化がより進められ、ファインダー内の露出系表示が、 従来までのアナログ式の指針による推進式露出計から LED を採用した定点式のものとなった。電子回路も大幅な進歩を遂げ、K2 のものよりもさらなる小型化が実現した。また TTL 露出計もカメラ専用露出計として開発され、かつ中央充点速攻に適している GPD、ガリウムヒソリ、フォトダイオードが従来の SPD に代わって採用された。 ファインダースクリーンの合渉補助機構も従来のマイクロプリズムに加えてスプリットイメージが追加され、よりピント合わせがしやすくなった。合わせて電子制御による重装業式、シャッターユニットの実装や外装のプラスチック化、アナログ式ではなく電子ボタン式の入力操作系が採用されいる。アクセサリーは従来の K シリーズから一新され、 新規の様々なアクセサリー群が用意された。ファインダー系アクセサリー用のアイピースのスリット幅は、このシリーズから変更され、現行の K マウントデジタル一眼レフまで変更されていない。1980年6月、5年もの開発期間を経て発売された、ペンタックスの 35mm 半一眼レフにおいて、唯一のプロ用高級機である。 極光学創立60周年を記念して、ローマ数字の60を意味する LX と付けられた。ファインダー交換式。マウントは、ステンレス製。視野率縦98%、横95%。低速側、4秒から1、60を、電子式。高速側、X イコール1、75から1、2000、バルブを、メガで制御する。 ハイブリッドシャッター搭載絞り優先 AE 機。モータードライブは当然ながら、長尺フィルムバッグなども用意され、システム面も抜かりなく、21年にわたる製造期間中最末期まで改良が続けられ、隠し改造サービスもあり、まさにプロのための機体だった。そのためカメラマンのみならず警察の監視機にも用いられた。一般的に製造番号等で初期型、前期型、 後期型に分かれると言われる。初期型から前期型への主な変更点は、フィルムガイドローラーを裏蓋に設置。スプロケット部の使用感の向上。ファインダー脱着ボタンを利用したファインダー内。LED 点灯機能の新設であり、前期型から後期型への主な変更点は、シャッターボタン部の指受け皿の変更。挑む機能用のために、シャッター幕に印刷されていた。 ドットパターンの小変更がある。様々な改良が加えられた後期型の完成度が高いとされ、中古市場でも高値で取引されているが、一方でコスト面でも改良されていることは否めない。初期型に関して言えば、ボディテーブルの電池以外のモールドのきめ細かさや、後期型とはシャッター音や感触などが明らかに異なる。独自のダイレクト速攻システムである、イドムシステム。 ファインダー側に受光素子を持たず、常時ボディ側で速攻するや、封入にシリコンコーキングを用いた、世界初の防塵・防滴構造と非常に特殊な機構、構造を持つカメラであり、特に防塵・防滴構造などは、他社のプロ機も習うようになった。LX ゴールド、LX チタン、クスリミテッド、LX2000 と4種類の限定版が存在する。 その一つである LX2000 登場時には当時の主力製品であった MZ シリーズで採用されている透過率の高いナチュラルブライトマットスクリーンが採用されたが挑むシステムを採用しているため以前のモデルにも露出系の調整なしで使用可能であるペンタックス発のマルチモード AE シリーズである複数の AE 機能を持つマルチモード AE カメラとして まず1977年発売のミノルタ XD によって絞り優先 AE とシャッター速度優先自動露出以降はシャッター速度優先 AE と記述するの両 AE 機能が実装されさらにその翌年1978年発売のキャノン A-1 によって完全自動露出イコールプログラム自動露出以降はプログラム AE と記述するが実現した そのような時代背景の中で極光学は依然として絞り優先 AE 機である M シリーズに重点を置いていたが他社が続々とマルチモード化プログラム AE の実装などのエレクトロニクス面で開発競争に入ったため遅れを取った極光学はより精度の高いマルチモード機を実現すべく開発に取り組んだ機能的には外観が M シリーズに酷似していることから 同シリーズの延長上に位置するように思われがちで、あるが、実際は、極光学工業発の電磁レリーズ、電子セルフタイマーの実装など大幅なエレクトロニクス化が行われており、ペンタックス独自のより高精度な絞り位置制御方式によるマルチモード AE 対応が行われ、これの実現のため新たな絞り位置伝達用の電子接点付きの K マウントが採用され、シャッター速度優先 AE と、 プログラム AE が可能となった。またこのシリーズより、すべての機種がポリカーボネートなどの、プラスチック系素材による外装となり、LX、MZS を除く、さらなる軽量化と、電子カメラとしての、耐色性の上、ボディ外装デザインの自由度が増すことになる。マウント対応レンズとして開発された、SMC ペンタックス A レンズ、以下、A レンズも同時に用意され、絞り感に、 最小絞り値の隣に新たに自動露出を意味する円位置が設けられてをこの位置に設定しておけばカメラ側から自動的に絞り込まれる。最後のマニュアルフォーカスカメラシリーズある。A シリーズからの変更点として全機種がデラックスコードに対応したほか EG ローディング機構が実装されている。外装デザインも当時の流行に合わせて鋭角的なものとなり、 従来のシリーズ機とは一線を画したものとなっている。本来は P プログラムの名称通り A シリーズをより進化させたマルチプログラム AE ワインダー実装機種を中心としたシリーズ展開を構想していたと思われるが実際には機能を基本的なシンプルなものに抑えかつワインダー内蔵はやめてコストを抑えボタン式であったシャッター速度設定をダイヤル式に戻す ペンタックス P30 など、見た目でわかりやすい操作性を目指したシンプル機種のみのシリーズとなった。その背景としては、発売直後に業界を揺るがしたアルファショックにより、その結果ペンタックスも開発ロードマップの大幅な変更を迫られ、社運をかけた新世代のオートフォーカスシリー機である。 ベンタックス SFX の開発に会社が重点を置かざるを得なくなったことではないかと思われる。その SF シリーズにマルチプログラム AE やワインダーが標準で実装さることとなったため P シリーズは本来の構想から方向転換することとなり SF シリーズのマルチモード AE 機能に特化されてしまった感のある操作性になじめない層をフォローする開始的な役割と 旧来のマニュアルフォーカスカメラから新世代のオートフォーカスカメラへの橋渡し的な役割を担うシリーズに方向転換されてしまったのが真相かと思われる。マニュアル撮影と必要最低限のプログラム AE 機能による撮影のみのマルチプログラム AE カメラ全盛期にあって、あえて機能を絞り込んだ電化機中心のシリーズ展開であったが、 数々の新機軸を実装したためある一面においては、走りすぎた感のあった SF シリーズの影で、ペンタックス系線とともに、シンプルな機能を求める層に訴求したシリーズであったと、いえ、ペンタックス P30 の派生型である P30T は、オートフォーカス化後も、ペンタックス MZM の登場まで発売されている。オートフォーカス機が主体である。 MZ シリーズであるが、マニュアル専用機として、MZM が発売された。なお、MZ シリーズ全般及び、MZM 以外の各機種については、お参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。